おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習いきます。今日は9時半から練習で、その後16時からキックオフパーティー、サポーター、パートナーの企業の方が会するキックオフパーティーがあるので午後はそれに行きます。とりあえず練習行きます。練習終了しました。練習終了して帰ってきて今から昼食食べます。ナイスです。今からキックオフパーティーに行きます。行ってきます。キックオフパーティー終了して帰ってきました。会場で少しご飯を食べさせていただいたので、今から夕食を取るんですけど、まあ、ちょっと補食のような形で少なめで夕食を取って取ります。キックオフパーティーにご参加いただいたパートナーの皆様、プレミアムファンクラブの方、ありがとうございました。頑張ります。とりあえず夕食を軽く取ります。取ります。夕食食べ終わりました。20時からあと5分後にコーチングがあるんで、コーチングを受けます。いきます。はい、 ありがとう。寝ます。今日午前練習してキックオフパーティー行って、コーチング受けて、予定が詰まった一日でした。素晴らしい一日でした。明日も最高の一日にします。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日にします。行きます。練習行きます。今日は9時半から練習です。行きます。練習終了して帰ってきました。今日練習後、練習会場でそのまま昼食も食べて、ナイスです。帰ります。20分ワンアップ入れます。おやすみなさい。出かけます。ちょっとある企業を訪問したいので出かけます。企業訪問終了しました。今回訪れた企業は、自分の祖父が明治製菓、当時明治製菓、今株式会社明治っていうところのザバスというプロテインを立ち上げて、ザバスというプロテインブランドを立ち上げて、その時に一緒に仕事をしていた方が大阪で会社をやってらっしゃるということで、ちょっとザバスのご縁で少し、まあ、そういうご縁もあって、どうにかサポートしていただけないかっていうお願いをしたくて、まあ、ただその初っ端からお願いしたい、お願いするっていうのもなかなか難しい話なので、ご挨拶だけでもと思って今日企業に訪問させていただきました。やっぱりカテゴリー変わって、より良い競技環境を自分で作らなきゃいけないっていう必要がより高まったので、まあ、できることはやろうかなということで、こういうこともあるなと思って、事前に名刺等も作っておいて、自分で作って今日行きました。このままちょっと昼活をします。いただきます。夕
食食べ終わってシャワー浴びて洗濯とかして明日のご飯の準備したりして今から夜活します。今日の夜活はe ラーニングっていう毎年 J リーグサッカーもルール変わるんですけどそれを講習をオンライン上でこう受けるので受けなきゃいけないのでそれを受けてでその後これが大体多分30分ぐらいで終わるんでその後昨日のコーチング振り返りとまずやってで時間余ったら英語の勉強します。行きます。寝ます。今日午前中練習して午後ニューレックス様株式会社ニューレックス様訪問させていただいてまあ祖父のご縁で物品提供していただくたいとは思いつつも、まあ、やっぱり先方のメリットをこう感じさせないと先方にもメリットがないとっていうふうには思うのでやはりビジネスをしてるんでしょう。やっぱりそこはただ単にこうサプライヤーとしてサポートをお願いするだけではなくていくつかのアイデアが必要かなというふうにも思ってます。本当競技環境を自分で良くする自分でより良いパフォーマンスを作るための状況を作るそれは本当一歩大事なテーマになってくるしそこと向き合わなきゃいけないなとも思います。ちなみに名刺はこんな感じで作りました。デザインは自分の方でやってデータを作って印刷屋さんに持ってって印刷してもらったという形になります。キャンバというサイトアプリもあるんですけどそこでこのデザイン画像をつけたり文字つけたり色をつけたりをしました。無料です。有料プランもあるんですけど基本無料で使います。 YouTube のサムネとかもそのサイトで作ってます。ぜひ使ってみてください。あとはその競技環境を良くするっていう部分でもしアイデアだったり何かこうコンサルティングしてくださる方がいればぜひご教示いただければと思います。最高の日でした。いい一日でした。新たな取り組みもできて寝ます。明日も最高の一日にします。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習行きます。練習終了しました。練習終わって今駐車場から寮に戻ってます。ナイスです。今日は15時から選手会のちょっと役員ミーティングがあるのでそれまで、まあ、帰って軽くご飯また練習場でご飯は多分軽食っていうか補食を取ったんですけど帰ってまた昼食を取って15時からの役員ミーティング出ます。行きます。まあ、正社員をはっきり言ってクビにするかみたいな話になる。選手会の役員のミーティングが終わりました。そうですね、サッカーだけじゃなくていろんなところでも熱必要だなって思いました。今から補食取ります。体重が落ちているので補食を取ります。ナイスです。いただきます。
昼活行きます、図書館行きます。いただきます。寝ます。おやすみなさい。夕食後はちょっと作業しました。群馬からこっちにチームが変わってお給料も変化して少なくなったんですね。で加えて競技環境の部分でもやっぱり少し自費で賄わなきゃいけない部分が増えたので、少しこう見直しというか家計の見直しだったり工夫が必要だなというふうに思っていて、より良い競技環境を作るために工夫が必要だなと思っていて、今年はもう1年を通して成長し続けるっていうのを重要なテーマに掲げている中で、自分なりに試したい方法だったり、取り入れたいものだったりっていうのがあるんですけど、一方でそれが全部が全部こう達成できる状態ではない現状っていうのがあるので、そしてどうにかして工夫と知恵と工夫でそれを達成できるような状態を作りたいというふうに思って、それに関してちょっと過去の家計簿を見直したり、これからしていくべきアクションだったりの計画を立てたりみたいなことをしてました。もう文句言ってもね、文句じゃないですか、こうできないとか受動的な姿勢じゃ何も変えられない、自分が変わって周りの環境が変わる、自分を変えて周りの環境を動かす、そういった気概で今年1年取り組む、やる、そんな作業をしてました。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。